皆さん知っての通り UBI ソフトの株価が風前の灯火状態です。原因はスターウォーズ新作の不調にアサシンクリードシャドウズの炎上。ですがここで何を思ったのか。ポリコレ業界の神アニタサーキシアン復活させて、UBI に召喚。もう会社を立て直す気はないと話題になっています。今回は UBI の株価下落に対するみんなの反応を見ていきましょう。本望だろ、黒人のために散れるなんてさ。会社が潰れるかどうかの瀬戸際にポリコレ過激派の長みたいなやつを召喚するのマジで意味わからん。ハニサキスにコンサル料払ってる場合なんか。 UBI が世界一のポリコレ企業だな。ディズニーよりはるかに直しようがないほど毒を生み出してる。ゲームを買ってプレイするのはゲーマーなのに、ここまでゲーマーを無視できるのはマジで狂ってるでしょう。デッドキャットバウンスって JOJO にありそうな名前だな。死んだ猫でも高いところから落とせば跳ねる、猫の死体でも高所から落とせばバウンドするとかすごい例えだな。 W 最初に言ったやつのセンスがすごい。せめて朝栗発売までは虫の息ながら存続してほしい。数々の悪行の証拠を自ら世に拡散して、その咎めを受けた後で無残に滅びてもらうのが一番理想。これ発売前に倒れたらそっちの方が楽なんじゃね。で別会社を立ち上げるとか。 SHOGUN 将軍が数々の受賞をしたことで朝栗の逃げ道全部塞いじゃったからね。売れなかった場合の日本文化が人気ないっていう言い訳もできないという。 UBI 新 CEO のアニタ・サーキシアンです。 UBI 完全に終わったな。アニタやないかい、待ってます。とどめを刺しにラスボス登場とは。 W よほどポリコレは儲かるんですね。お金の匂いを感じて復活したんやな。 UBI のテコ入れに呼ばれたのかでしゃばったんですか。12.2UR まで落ちてきたので週明けに暴落の予感。アニサキスに規制されてるゴミソフトはパッケージに書いておいてほしいわ。このゲームはアニタが参加していますって絶対買わないから。コンサルタント SB でも良い。笑い。昔のバイオハザードみたいだな。このゲームにはアニタが関与しており、ポリコレ的な表現ばかりです。生き物も死ぬ前に元気になるっているけど、株でも同じこと起こるんやね。ここまで来ると UBI は世界中のポリコレを一箇所に集めて道連れする気じゃないかなって疑いたくなる。ポリコレクエムやめろ。うまいこと言うな W。 フランスの自己中思想の押し付けは五輪と指でよくわかった。帝国主義ってこんな感じだったんだろうな。シャドウズ販売中止を願ったら先に倒産しそうなの。草後を進むんじゃなくて後ろに向かって全速前進してるのすごいね。デッドヤスケバウンス。ディズニーほど体力ないのに同じような失敗繰り返してたらそりゃそうなるわね。朝栗が1600万本売れればいいだけだし、活動家が1人10本買えば届きそうだし余裕だろ。活動家って1500人ぐらいだから1万がノルマかも。ヨーロッパの K 国、フランスヨーロッパの C 国、ドイツヨーロッパのロ、イギリス。倒産記念に PS5 プロと対馬買うか。ポリコレという害悪で世界の意識が一つになっていくの皮肉がすぎるな。差別のない自由な制作環境に回帰する。アニサキスはワロタ。アニタって名前のやつろくなのいないな。南米チリにもいるしな。この木に及んでまだ工作員が紛れ込んでいて草。20日も下げたらテクニカル的に反発するのは普通のことだろう。本当にフランスってあとに進む出る国になってるように見えるな。アニサキスも排除しよう。ヤスケショックでもよい。全力ダイブ。イーグルショック。 UBI の株上場廃止かな。後悔にはなりそう。 IP はテンセントが美味しく購入と予想。テンセントでもこんな GM 企業いるのか。いわゆるソフト開発者は残ってるのかな。ソフトもコピペで作ってそうなんですが。ヤスケありがとう。ヤスケやないかい。市場のおもちゃです。ヤスケ用語とポリコレの人が全員買うから大丈夫でしょ。 DEI とか UDI。 アビがせっせと自社株買いして上がった株価は逃げ遅れた情弱株主をちょっとだけ助けただけだったとさ。めでたしめでたし。空売りの買い戻し。素朴な疑問なんだけど、コンサルタント会社って関わった仕事に対して何の責任も取らないの。株も買ってないやつが知った風な口を聞くな。そんなもん分かってたらみんな市場で勝てるわ。ポリコレの始祖が謎の復活。しかも UBIW。 これはヤスケから余計に目が離せない。盛大にこけてほしい W。 確かこの人の意見聞きまくってラストオブアスに作ったんじゃなかったっけ。許さんぞ。クリッカーより忌むべき存在。 UBI はこれで終わるやろう。アニタ頼むからモンハンワイルズには関わらないでほしい。多様性を商売にした差別人間が関わるとろくなことがない。
フランス人が頭悪いのか UBI が狂っているのか。 UBI ソフトってインターネット見てる人いないんですかね。一人でもインターネットを見ていたら UBI ソフト自社がどうしてこんなに株価が落ちているか分かりそうなもんですが、しかもこのタイミングでアニタが復活ですよ。どうしてこうポリコレをエンタメにしてほしいのか、ユーザーとか YouTuber とかにバカにされたいのか、どういう魂胆があるんですかね。